写真拡大。セリーグ首位を走る巨人に手痛いアクシデントだ。守護神を務めるルビー・デラロサ投手が左変が起きたのは前日5日の中日戦、東京ドーム9回から登板し、先頭のビシエドにソロを被弾した直後に宮本投手チーフコーチがマウンドに向かい、ベンチに向かって両手でかけるマークを作って緊急降板していた。同コーチは腰から脇にかけての違和感、原監督は無理はさせたくなかったとそれぞれ語っていたが、試合後に受けた病院での検査結果は思いのほか重い症状だった。クローザーの離脱ショックは計り知れないが、この窮地をチーム一丸でどうにか乗り切るしかない。